と会うときに、あの苦手な子、大丈夫な子って言うんですけど、あのぐいぐい一個に最初匂いを取らせる。やばいよ。ゆっくりこのオルセで近づいてもらって。頭をこういうふうに肩が持ってあげて、で2、3秒嗅いだらおしまいって言って、はい、おしまい。そうで、こうすることによって匂いをあの嗅がせる側も飼い主さんが指導でやってると思うと、犬の動きであの見てるんで、ちゃんとあのこっちの子もホッとします。で、逆にじゃあ今度オルソちゃんも頭の方軽く自分の方にシュッと抱き寄せて、さっきのうちの山田みたいな感じで、外でここでできなくてもいいんですけど、お家の近く、お家の中ででもいいのでやったらいいのがアイコンタクトで、山田って言って目線から上げる。で、これがもうできるようになったら、横にある大和って呼んだら、目があったらあげる。で、見れなかったら、叩いてでもいいんで、大和って言ってから、目線から持ってあげる。っていう風にして、名前をまずちょっと教えるのと、名前を呼ばれたら、目を見たらいいことがあるって、あの、教えると、何かあったとき、名前呼んだときにパンと向きやすくなります。名前呼ばれてもどうしたらいいか分かんない子って結構いるので。なので、お外でおやつ食べれる子は、まあ、ちょっと練習しますか。あります？おやつ。